野菜をジュースで摂る価値。テーマは栄養吸収率。健康を保つためにはバランスの良い食事が欠かせません。そのためには野菜の栄養をしっかり摂ることが大切です。中でもトマトに含まれるリコピンや人参に含まれるベータカロテンは健康、美容には大切な栄養素だということが近年の研究で分かってきました。実はこのリコピンやベータカロテン、ジュースで摂ると生で食べるよりも栄養吸収率が上がるんです。皆さん知っていましたか？ジュースだとなぜ栄養吸収率がいいの？その理由についてご説明します。肉や魚などの動物細胞とは異なり、野菜などの植物細胞は細胞壁という強固な壁があります。この細胞壁が栄養の吸収を阻害しているのです。つまり野菜の栄養は吸収されにくいんです。そのため栄養の吸収率を高めるためには細胞壁を壊して摂ることが重要です。では野菜の壁はどうすると壊れるのでしょうか？一つは加熱です。加熱によって細胞壁が柔らかくなり壊れやすくなるんです。もう一つは破砕です。ミキサーにかけたりすりつぶすことで細胞壁が壊れるんです。ジュースは加熱し破砕して作られています。だから生で摂るよりも栄養の吸収率が高いんです。ちょっと待って、野菜の栄養素はジュースにすると減少してしまうと聞いたことがあるんだけど。いえいえ、ジュースにすることでビタミン C や食物繊維などを減少する成分もありますが、リコピンやベータカロテンなどなくならない成分もあるんです。野菜を生のまま食べるより野菜ジュースに加工した方がリコピンはおよそ 3.8 倍、ベータカロテンはおよそ 1.5 倍も吸収率が高まるという研究成果も出ています。普段の食生活の中でジュースをうまく活用して野菜の栄養をしっかり摂りたいですね。